マッチェム系とは、馬の父系の一つ、ゴドルフィン・アラビアンを子祖とする。本来ならば、ゴドルフィン・アラビアン系とすべきであるが、現在のゴドルフィン・アラビアンの父系に属する馬はすべて、マッチェムの直系子孫であるためマッチェム系と呼ばれている。マッチェム系は1730年頃、イギリスに輸入された、ゴドルフィン・アラビアンを祖としている。1748年に、 マッチェムを出すなど18世紀中頃までは大いに栄えたが、その後は、ダ系統からへ、ロド、エクリプスが出たのに対し、マッチェム系はそれらに対抗する馬が出なかったため、現在に至るまで勢力は大きくない。21世紀初頭の段階では、フランスのヤングラ・トーラー系、南アメリカに残存するハリーオン系、アメリカ合衆国のマンノボー系の3系統が残っている。 ヤングラ・トラーはフランストロッターに存在する不景で2007、8年にオフショアドリームがフランスの最大競争であるアメリカ賞連覇を達成するなどまだ活躍場を出している。ハリー・オン系はブラジルに輸出されたアンリル・バラ・フレ、ベーナウンの2系統がわずかに残り、こちらもサラブレットの決闘からは退場しつつあるもののセル・フランセや アングロノルマンなど馬術分野で一定の勢力を築いている。マンノボウ系はマッチェム系の中心的存在でアメリカ合衆国を呼びフランスで活躍している。北米における種付け等数の推移は土低下傾向にあり安定性が揺らいでいる。欧州においてはドリームアヘッドを中心に2020年度で250頭前後の種付け数を確保している。 ゴドルフィン・アラビアン・マッチェム・マン・ノー、ありがとうございます。